どうも、まっちゃんです。久しぶりにラフな感じでお邪魔いたします。ただいまの時刻は夜中の2時14分。全くお風呂にも入っておりません。明日起きる時間は7時。そうです、睡眠時間は9時間と46分。なんですけど、全く編集終わってなくって、もう絶対寝れないので、今日、インスタのストーリーで前もって集めておきました。倒れるほど眠たいけど勉強しないといけない時のみんなの対処法ありますかと、前もって聞いております。そうすることによって、私は編集を妨げることなく頑張ってやれると思ったので、本日はこちらを一個ずつ検証してやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それではですね、編集も進めなきゃいけないので、やっていきたいと思います。それではレッツゴーディン、めっちゃ緩くない？一旦早くストーリー見たのにいいやん思い浮かばなくて泣いた。本当に泣いたか？シゲキックスの一番やばいやつ食べる。え、持ってない、ガム食べようかな。クロレツがあったので、クロレツ食べてちょっと10分ぐらい見てみたいと思います。10分ちょうど経ったんですけど、10分ちょうど経った瞬間に胸が、誰だよ彼女って通話。呪いよ。曲を聴きながらつらい夢だったんだよね。ノンスタイル聴いてね、冷ますとか言ってるけど全然ね。今それです。もう頑張ってるなら頑張る。勉強始める前に自分の中で一番最高に美女のいい推しの動画、お写真を見て目を覚まします。OK、やろう。ちょっと見ながら編集するかな。今んとこ行きそうだから、ちょっと待つせいの来そうになったので、やっていこう。と思ったら来たわ。おい、ラジャージ。目を限界まで開く。ね、仮眠10分と寝る。1分寝る。1分睡眠。え、めっちゃ寝かしてくれるじゃん。みんなさ。聞いてて、めちゃめちゃ目覚めてる。さあ、じゃあ、一旦編集、次眠くなるまで頑張って。気持ちいい。ルイさん、スイマン、ピークがやってまいりました。ということで、ただいまの直後4時26分、キレキレでラジオ体操をします。
はい、翌日の夜中の1時23分ワンチャンスピーでございます。結局5時半ぐらいまで作業をやり続けて、で7時に起きてお風呂に入って、そっから7時半から8時45分ぐらいまで寝て、2時間睡眠ですかね。今日も作業が終わってないので、ちょっとだけ進めたいと思います。イエーイ。炭酸水飲んだら眠たくなくなるし、お風呂に入ったらシャキーンってなりますよって書いてあったんで、シャキーンとしたらシャキーンとします。じゃあお風呂行ってきます。風呂から上がりました。眠たい、太陽眠たい、本当に眠い。風呂入った瞬間に来た、ジンビンと、よし、肩入った。これをしなかったら怒られるし、みんなにも見られて恥ずかしいって思って考えする。これをしなかったら恥ずかしい、これをしなかったらみんなに怒られて、みんなの足を引っ張ってしまう。やらなきゃいけない。頑張って、こんなのやれると思いますか？できない。私が個人的に本当に眠たい時にやることは、レッドブルを飲んで TikTok ライブをします。リアルタイムで人に見られてるっていう環境下を自分から作る。でも一番長くやれたなと思うのは、本当に一回ちゃんと寝ること、でも10分ぐらい寝ること、で寝るときに上布団もあんまりちゃんとがっつりかけずに寝ること、で絶対に起きなきゃいけないと思って寝起きることが一番いいんじゃなかったよかったんじゃないかなと思いました。ということで、こちらの動画ね、まあ少しでも参考になればいいんじゃないかなと思います。ちょうどテスト週間が入ってるみたいなので、これをね見てテスト頑張って乗り切ってほしいし、私もめっちゃ応援するので頑張ろう一緒に。どうぞ。それ以上、まっちゃんでした。バイバイ。